なんで、なんでお前がその本をそんなに大事そうにする。それは魔女教の奴らが持ってた本じゃないよな。似てるだけだよな。どうして否定してくれないんだよ。その質問に答えるようにベティは指示されていないのよ。その本に何が書いてある？何をしろって？その質問も本にないかしら。本になきゃ何もできないのか？なら前に俺をかくまってくれたのは？その質問もないのよ。今こうして話してるのは？死にかけた俺を助けようとしたのは？知らない。何もかもその本に書かれた通りでなきゃできないってのかよ。そうかしら。そうなのよ。何もかも全ては福音の導きに従うかしら。そうすることがベティの生きる意味で、そうするためだけにベティはいるのよ。俺を助けようとしたのも本にそうしろって書いてたからか。呪いを受けた俺を助けたのも、一人じゃ立てなかった俺に手を貸してくれたのも、ふざけて怒鳴り合ってバカみたいにはしゃいだ時間も。だからそうやって言ってるかしら。これまでベティがしてきたこと、見たこと、言ってきたこと、全部ここに記されていることなのよ。お前なんかがベティの心を動かせるはずなんてないかしら。思い上がるんじゃないのよ人間。ベティの全てはお母様のために。お前なんか、お前なんか、人間、人間、人間。嬉しかったんだ。残念ね。